リーダー&イノベーション賢者の選択、今回お招きしていますゲストは総合食品卸の加藤産業株式会社代表取締役社長の加藤和也さんです。引き続きよろしくお願いいたします。加藤さんは一橋大学出身ということなんですけれども、専攻は何を専攻されていらっしゃったんですか？環境経済学です。環境経済学その専攻した学問は現在 の、 その経営の中でどのように生かされていると思いますか？環境経済学っていうのはその環境問題ですね、地球環境問題だとか、昔で言うと公害問題、こういうものを経済学的に解決していこうというものなんですけれども、経済学の一つなんで、やはり我々が企業を経営していく中で経済ってどう動いていくんだろうと、その経済が動いていく原理原則は何だろうということを考える上では非常に役に立ってますね。で、やっぱ環境問題というのは同時にやっぱ社会的な問題ですんで、今やはり企業経営でもそういう社会的な問題、社会的な観点というのはもう外せない時代になってきてます。ですからこの経済と社会的な観点と両立させていくという意味では環境経済学というのは非常に良かったかなというふうに思ってます。さて、2つ目のキーワードなんですけれども、基本に立ち返るということですが、基本に立ち返るという言葉を聞きますと、僕は普通どちらかというとこう守りに入るというか、昔からずっとやってきたことをこうもう一回 見直してみようじゃないかという、そちらのようなその印象があるんですけれども、これをちょっとご説明いただけますか？そうですね、ちょうど私が社長になって翌年に、中長期の計画を立てるということで、5年後に私も70周年を迎えるんですけれども、その70周年の時には売上を1兆円、経常利益ですけれども130億円というような目標を立てました。それはその数字そのものに大きな意味があるというか、当時の加藤産業からすると1兆円というのは非常に大きな目標だと、それを達成するためにはどんな機能を作っていかないといけないのか、どんな努力をしていかないといけないのかということを考えるための一つの目標ということで置いたわけですけれども、その時にじゃあどういうふうに加藤産業はなっていかないといけないのか、で基本に立ち返るっていうのは卸売業の基本、卸売業の基本っていうのは大きく営業と物流という2つの柱を持って、その2つの柱を連動させながら、効果を出していく、成長していくということと、メーカーさんからの商品をやっぱ商売人として、商人として小売業さんに、売っていくと、今の日本を考えると経済の低迷であるとかですね、それから当然食習慣もいろいろ変わっている、簡単に言うとその胃袋が縮んでるということなんですけども、その辺のところはどういうふうに捉えてらっしゃいますか？もちろんマーケットがシュリンクしているということは我々にとっては大きな問題だと思ってます。ただだからといって我々の成長余地がもうないということではなくて、まだまだチャンスがあると思ってます。でやはり日本の食文化というのは非常に豊かですんで、もっともっと消費者に提案をしていけば、もっと豊かな食生活ができるのではないかと。で我々が取り扱っている商品ももっと美味しい食べ方だとか、もっと楽しい食べ方があるのではないかというふうに思ってます。でそういう知識をもっと習得していけば、いろんな提案ができていくんじゃないかなと思ってます。どの棚にどの商品を陳列するかを提案する棚割りは、お客様に対する食生活への提案でもある。うちの提案を持って行って、先方の提案を聞いて、また修正してうちの提案を持って行ってっていう、積み重ねで最終的に棚割りが決定するというところなんで、独りよがりにこれをやってくださいとか、向こうからこれをやってくださいっていうふうな感じでは棚割りっていうのはできない。結果が出た時はどんな感じなんですか？それはもちろんもう嬉しいし、先方からももちろん評価と信頼っていうのを得ることができますんで、その逆ももちろんあるので、その時はもう反省点として次回に生かせるような提案をさせていただくということを心がけています。やはり小売業さんが思ってらっしゃる売り場と、やっぱり外部から見てこの売り場ってどうなんだろうと、で我々は当然一つの小売業さんだけでなくて、
いくつもの小売業さん店舗を見て歩きますから、そういう中でこの店舗はどんな売り場になってますよと、他の店舗ではこんな取り組みをして結果出てますよと、小売業の方々からのその要求、はい、変わってきてますか？やはりそうですね、大きく分けると価格というものと売り場の作りというのか、はい、価値訴求みたいなものと、はい、大きく2つあるわけですけれども、はい、価格というのは今の時代環境を考えると避けて通れないファクターなんですけれども、はい、じゃあ価格を どこまで下げられるのかというと、やはり限界がありますし、世界的に見るとやっぱり人口が増えていく中で、食料資源というのが少しずつインフレになってきていると、はい、そうすると、価格だけで訴求ができないと、じゃあ先ほど申し上げたような食べ方であったりメニューであったり、その商品をどう使っていくのかということを提案していくような価値訴求の売り場を作っていきたいという声が大きくなってますね。なるほどね。売上目標1兆円、はい、これ本当に大変なことですよね。これそうですね、具体的にどんなことを考えてらっしゃるんですか？具体的にというか、もう基本的には営業マンが売上を稼ぐというのが我々のビジネスですから、営業マンを育てていく、レベルを上げていく、営業マンをユニットで数名の営業マンごとでユニットを作って、組織を変えました。でその目的っていうのは分業ということではなくて、その中で営業マンが情報共有をすると、いろんな小売業さんの売り場の提案、あるいは商品の知識、こういうものを一人で勉強していくっていうのは非常に大変なことなんで、誰かがやった提案を自分も勉強していくと、でその結果がどうだったかっていうことも共有をしていくと、そうすることによって、営業マンのレベルアップのスピードがもっともっと上がってくるというふうに思ってます。そのユニットっていうのは例えば何人ぐらいなんですか？3名から、多いところだと6、7名ぐらいですね。そうすると例えばユニット A という北関東にある、はい、その支店の中のユニットがすごい何かをやっていると、はい、それが今度こちらにその例えば西日本のですね、はい、北九州あたりにあるその支店のユニットにどういう形で反映されるようにされているんですか？IT でどっかにアップをして見るだけではあまり僕は参考にならないと思ってます。ですから今年からそういうものをコンテスト方式でこんな提案をしてこんな結果になりましたと、でそういうものをそれぞれのユニットで持ち寄ってコンテストみたいなものを始めました。お互いにこうそれぞれのユニットがこう切磋琢磨して、そうですね、いいところをこういろいろこう盗んでっていう感じで、はい、なるほど。社員を、お取りになった時にとりあえず新入社員研修みたいなのあると思うんですけど、はい、その後こう俗に OJT っていいますか、はい、その継続した社員研修というのはやってらっしゃるんですか？はい、社員新入社員に対しては最初1年半ぐらいはいろんな業務を回りなさいということで、今おっしゃった OJT 的なことで会社全体の業務を理解してもらおうということにしてます。で営業になりますと毎年1回集合研修という形で営業マン研修をやって、その場ではメーカーさんからそのメーカーさんの商品の知識であったり、あるいはそれにまつわるカテゴリーの動向であったり、あるいは工場見学をさせてもらって、その工場でどんなふうなプロセスでその商品ができているのか、あるいはメーカーさんがその商品にどんな思いを込めているのか、そういうことも研修で、話をしていただいてます。おじい様が始められた創業時から今まで残っているもの、はい、何かありますか？私どもっていうのは先ほど申し上げたように新参者だったので売れない時期があったんですね。でそういう時代にじゃあ自分たちでもう商品を作ってしまおうということで、ジャムを中心にした自社工場を作りまして、今もそれは兵庫県の方で稼働をさせてますけれども、こういう自社商品を広げていくことで、これが他社さんにない強みだということで、今も力を入れてこれからも増やしていきたいというふうに思っています。
創立25周年にあたる1970年、上郡工場が開設された。その年の経営年次大会において、創業者加藤八十路は三大基本目標のうちの一つに自社商品を掲げ、その思いを次のように語っている。前年度に引き続き、カンピー製品の拡売を目標といたします。その必要性は申すまでもなく、加藤産業すなわちカンピー製品である、カンピー印の強化に一段の努力を払いたいと思います。卸の業種にいらっしゃる方々が生産者にもなってしまう、はい、いうことですよね。そうですね。今ジャムとおっしゃいましたけど、はい、それ以外に何かゼリーだとか、ゼリー、工場ではそれと、あと海苔とかですね。海苔、はい、を、入札で、はい、買ってきまして、はい、私どもで、ブランドをつけて売っているというものもあります。まあ、OEM みたいなものですね。そうですね、 OEM 的なものもありますし、私どもで、加工場も持ってますけれども。 あとは何があるんですか。あとはOEM で他社さんにお任せしている商品がたくさんありまして、はい、大体私どものブランドをつけている商品で今、600、700アイテムぐらいですかね。そうすると全体の売上の8000億ぐらいの中で、はい、ご自分で作っていらっしゃるものっていうのはかなりあるんですね。売上ではそれほどでもないんですけれども、やはり特に製造をしていると、はい、まあ、製造部門での利益もありますから、収益率でいうと、はい、大きなウエイトを占めてますね。卸業の方々で そういう自社でお作りになってるって会社っていうのは他にあるんですか。ブランドを持ってらっしゃる会社はたくさんありますけれども、はい、工場を持って、まあ、それしかもそれなりにそれぞれのカテゴリーでポジショニングを持っているっていうのは少ないと思います。なるほどね。我々が新しいお客さんに飛び込んでいった時に、うん、これは我々でしか扱えない商品ですよということで武器にしていくと、はい、で同時に、まあ、かといってコマーシャルを入れるわけでもないんで、うん、この商品っていうのは我々の営業マンがちゃんと売り歩かないといつかはなくなってしまう商品になってしまうと、ね、うん、ですから我々は、まあ、これを大事に自分たちの武器として育てていこうと、うん、で営業マンも自分のところの商品なんだからしっかりと売り歩こうと、まあ、こういうことで、育ててきた。どうしても我々卸業が扱っている商品って自分のところで作っているもの以外っていうのはどこでも扱える商品なんですね、はい、だから同業他社さんが扱ってらっしゃる商品と我々の商品って同じものですから、はい、小売業さんからすると何も加藤産業と取引しなくてもいいじゃないかと、で特に我々が新しくお取引をお願いするときにはそういうふうに言われてしまいますけれども、うんうん、いやいやこれは私どもしか取り扱いができませんと、うん、私どものプライベートブランドですと、うん、いうことで、最初にお取引をいただいて、その後、まあ、営業活動していくうちにご評価をいただければもっと売り上げを増やしていただくというような形で、入り口として使ってらっしゃるわけですね、はい、それでは続いてこれからの成長戦略を象徴する言葉教えていただけますか。日本型卸ビジネスの輸出です。売上目標1兆円を掲げる加藤和也の次なる成長戦略、日本型卸ビジネスの輸出とは。